観光市街観光事件とは、1927年4月3日、国民革命軍の武漢攻略の際、一部の無秩序な軍隊と暴民が観光の日本疎開に侵入し、略奪、破壊を行い、日本領事官員や居留民に暴行危害を加えた事件。観光43事件ともいう、日本海軍の軍人も、障害や暴行を加えられた。 被害は150個、被害見積もり額は92万円。共産党の扇動により発生した。日本海軍の水兵と中国の少年との抗論を短所に次第に拡大していったとされる。1915年、1919年、1923年の排日運動は猛烈であったという。百二十三年には、ギオマル事件が起きて、船長を射殺し、 戦客も殺害された。1924年12月には、疎開防医療時間襲撃事件が起きた。1925年6月1日には、イギリス疎開暴動が起きて、日本人商店がすべて略奪破壊され、日本人一人が応殺された。1926年9月、商店参議要項が襲撃され、店舗、倉庫が中国人ボートに破壊され、商品はもちろん、 畳、建具、床板、窓枠までも剥がして持ち去った。1926年9月、国民革命軍が武漢を占領する頃から、盛んに労働者を先導し、人足や社府、店員、工場員などに労働者団体を組織的に作らせ、2ヶ月ほどで200以上の団体、会員20万人を唱えた。この労働団体の統制する組織が、総公会で、 共産党員が牛耳っていた。総公会は旧殺隊という六尺棒を持つ紙幣を組織し3000人を超えていた。外国人を相手にする防衛などの組織はヨウム公会と呼ばれた。1926年11月、観光では中国人防衛や女中、またウバのストライキと暴動事件が起きた。旧殺隊は六尺棒を持って疎開を巡回し、 三井物産の社員宅にその妻が一人でいたところ、侵入し、押し入れなどを勝手に開けるなど乱暴をした。1926年11月20日には、商店の川本博之が、中国人米屋から米だから4票を届けてもらうと、救察隊が、日本人には米を買わせないと妨害し、2から30名が、店内に押し入り、ショーウィンドウや戸口のガラスが破壊され、 商品を強奪し、店の主人は、群衆に、臨調を受けた、川本博之事件が起きた。1927年2月頃から、日本疎開以外の同文書院付近の品公園や、不豪の屋敷の立地や、垣根などを引き抜いて持ち去るものがあった。やがて、日本人住宅にも及んだ。多くは、付近の農民の女子供であったが、後には、大人も出動し、 大っぴらにおのでた知事を切り倒した。農民協会で外国人の境内であろうが、不合の邸宅であろうが、知事は中国人に授かったものだから当然奪取してよいと教えられたためという。1927年3月24日に南京事件が発生すると、中国人側は法人領辱事件を古代に取り沙汰し、裏井野とは、 観光がそうなったら一番に若い女を狙うのだと方言していたとされる。事件発生数日前に当政地は日本関係に対しイギリス人、アメリカ人の居留民は引き上げを断行したが日本人居留民に対しては十分に保護を行うので観光に泊まるよう勧告を行った。観光には佐賀、裏風、片田が配置されており情勢悪化に伴って畑や 平も派遣されていた。3月30日から上陸が許可されていた。4月3日午後3時過ぎ、水兵2名が、日本疎開小マサジの料亭、妻、鶴の横手を通行中、中国人の子供から投石され、抗論中に30人ぐらいの中国人が、降ってかかってき、シャフの一団が水兵を取り囲み殴り始めた。水兵は一人のシャフを突き倒して、近くの料理店、 山吉に逃げ込んだ。たちまちの間に野獣馬も加わって、山吉とその隣の何は食堂は跡形もなく破壊された。さらに、日本水兵が中国人を殺した、社フがナイフで刺されたといったデマが懸伝された。日本疎開北側の平和街に差し掛けかかっていた、農民協会成立大会の祝賀行列の一団が、このデマを聞いて、日本疎開に殺到し、 疎開の3分の2は、暴民によって埋められた。日本人を見れば取り囲んでおうだし、日本人商店はのきなみ襲撃された。これらのボートの襲撃は、徹底的に、しかも巧妙に行われた。事件を聞いて駆けつけた田中副領事も、日本領事だと叫んだにもかかわらず、暴行された。南高寺から平和街に出る角の理髪圏の隣の田村氏の宅では、 産後間もない身を病床に横たえていた西条が、ボートによって足毛にされ以外は放置された。また、別の妊娠5ヶ月の女性が2階から引きずり下ろされ、殴られて血まみれになった。赤旗。1923年に作られた2番目のソ連国旗16時10分に、佐賀艦長は、陸戦隊揚陸を命じ、各艦よりの陸戦隊はボートを制圧し、 上陸員や居留民の救出を行った。午後4時頃、数千の群衆は子供を先頭に縦赤旗を振るい、指揮者のもとに歓声を上げて、貸しに殺到しようとしていたところ、海軍陸戦隊が空砲を放ち、数発の実弾を撃った。すると暴民はなだれを撃って、退却、略奪しつつ、疎開外に向かった。平和街に接近する野岸として知かず、やむなく陸戦隊は、 本願寺の土手に向かって機銃の威嚇射撃を行うと群衆は逃げ去った。陸戦隊によって疎開を追われた群衆は他国の疎開にある日本人商店を襲撃した。またボートは放火した。4月3日夜には日本人25名がイギリス艦 B 号に避難し保護された。同人病院も観光から引き上げを行った水兵11名。 同人会病院の石井小平、三井牧業の石田倉氏ら民間人数名らは、殴打され監禁された。水平は飲食店にいたところを襲われ、散々殴打されて拉致され、フランス諸海以外の総公会本部に監禁された。監禁中は足を縄で縛られ、清流等を突きつけられ愚弄された。また、当時の中国の新聞にはこれらの監禁された、日本人を捕虜として報じた。 4月4日朝、統制地は軍を派遣して水兵を引き取った。統制地は総公会に対して日本側に有利な条件を入れさせるための人質なのでそのまま返したら承知せずと言った。統制地が人質を日本側に送ろうとしても救殺隊は英寿司令部を監視して妨害した。総領事が協議した結果7日夜にようやく取り戻した。 石井小平ら数名は4日夜12時に釈放された。国民政府外交部長の陳とも人は事件の夜に駆けつけ、高尾総領事に対して遺憾の世を表し、東方にて全責任を持って解決すると言った。武漢栄受総司令の統制地も来て遺憾の世を表し、疎開は中国軍隊にて護衛するので陸戦隊の撤退を要求した。総領事は、 中国側の誠意を尊重して、陸戦隊の撤退を希望し、また中国側は軍隊を疎開の周囲に配し、救殺隊と共に群衆を遠ざけ、日本人に危害を加えるな、略奪するなといったポスターを貼るなど誠意があるように見えたので、陸戦隊は一時対象ホールに引き上げた。しかし、軍隊の略奪が行われ、直ちに陸戦隊を配備した。本願寺に侵入した。 統制地の軍隊は、軌道内の略奪容疑で何県の軍隊に変えられ、それも陸戦隊の抗議により、本願寺から撤退した。総公会の代表は、中国人が10人死んだ。発砲は不法だ。衝突の原因を明らかにされたい。陸戦隊を即刻引き上げられたいなど勝手な注文を持ち出したが、総領事のために一周された。また総公会は、 食料を封鎖を強行しようとした。観光には、上海から糧食を満載した、天竜及び、第18駆逐隊の天津風、時津風、磯風が派遣された。4月3日、偽証では、スタンダード石油は店を閉鎖し、アメリカ人全員が、イギリス艦アメリカ船にて引き上げることを決する。アメリカ講師は在北京アメリカ人に対して、北京からの引き上げの勧告を行った。 4月4日、日本総領事は在留日本人の引き上げを告示した。4月6日には、日本人府、女子1320名が、大福丸と、乗用丸に乗って引き上げた。その後数回に分けて引き上げ、2000数百人の在留法人は5月9日には444人となった。4月6日、調査林により、ソ連大使館を目的とした。 各国公使館区域の捜索が行われた。4月12日、共産党を警戒する列強の指示を受けた。小解析は、上海クーデターを起こした数の共産党幹部を処刑した。6月末には、中東教育機関東和道文書院が、南平第35軍によって占領された。ありがとうございます。